さて、毎月第3第4火曜日でお伝えしている測る大切のコーナーですが、今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっています。ラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナー、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は商品検査センターの畑野達也さんにお話を伺います。畑野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いつもはスタジオでお話をお伺いしてるんですが、今日はリモートでお話を伺います。今日は商品検査センターからということになりますね。今日はどんなテーマでお話しいただけるんでしょうか。はい、今日は商品検査センターのホームページで紹介しています商品なるほどシートの中から紹介したいと思います。この商品なるほどシートっていうのはどんなものなんでしょうか。はい、お味噌がいつの間にか色が変わっていた、いやアルミホイルの色が白くなっていたなどの商品特性によるお申し出やお問い合わせについて、よくある事例をまとめた、分かりやすくまとめたものになります。はい、今日はそれらの中から、2つの事例について紹介したいと思います。はい、1つ目がこちらになります。見えますかね。あ、これマヨネーズですね。分離しているっていう、まあ、あの普通マヨネーズというとね、クリーム色一色なんですが、これはもう2つの層に分離して、なんだかこの黄色い油の部分と白い水分の部分に分かれているようにも見えるんですけどね。はい、分離してしまっているんです。でこちらなんと冷蔵庫の中で保管されていたマヨネーズになるんです。はい、これマヨネーズって開封したら冷蔵庫で大概の場合保存しますよね。でもなんで冷蔵庫に入れておいたのに分離してしまったんでしょうか。はい、それはマヨネーズの性質によるものなんです。マヨネーズは先ほど三上さんおっしゃられたように油分であるサラダ油と、水分であるお酢が混ざって、できたものになっています。本来油と水っていうのは混ざり合わないんですけれども、卵の中の成分であるレシチンという物質が仲立ちをすることによって乳化という状態になり、混ざり合っているものがマヨネーズになります。この油と水が混ざり合った状態というのは非常にデリケートな状態になりますので、あることによって元の油と水に戻ってしまうことがあるんです。おお、何かこう喧嘩でもしたのかなって思いますが、そのあることっていうのはそうです、ね、今回のマヨネーズ事件の真犯人なんでしょうか。でもあの冷蔵庫に入れておいてこのようになったんですよね。そうなんです。乳化という状態のものは0度以下になると分離してしまうことが分かっています。はい、マヨネーズを保管している冷蔵庫っていうのは5度になるように設定をされています。ただドアの開け閉めを頻繁にされますと、冷蔵庫の中を5度に保つように冷気の吹き出し口から冷気が出続けてしまいます。でその冷気の吹き出し口の近くにマヨネーズが置いてありますと、マヨネーズに冷気がずっと当たり続けることになりますよね。そうすることでマヨネーズの温度が0度以下になってしまい、このように分離することがあります。なるほど。で、はい、0度以下になるとこんな風になってしまうんですね。はい、そうなんです。なので今回の真犯人というのはマヨネーズを0度以下にしてしまったというところにあります。マヨネーズの寒い場所での保管や冷凍品との接触も分離の原因になってしまいます。そのため冷蔵庫での保管は野菜室がおすすめになります。はい、さあそしてもう一つあるんですね。それでは、はい、はい、2つ目の事例についてお話しさせてもらいたいと思います。今2月になりましたので、2月14日といえば三上さん何の日でしょうか。バレンタインでしたね。はい、はい、そうです。
このバレンタインにちなんでチョコレートについての事例の紹介をしたいと思います。はい。その事例がこちらになります。見えますかね。チョコレートが白くなった、または白いものがついているという事例になります。はい。本来の色とは違いますね。はい、そうなんです。突然ですが三上さん、ここでクイズをしたいと思います。なぜこのチョコレートがこのように白くなったのでしょうか。1、チョコレートが凍ってしまったから。2、チョコレートが一度溶けてしまったから。3、チョコレートにカビが生えてしまったから。さて、どれになるでしょうか。うん、さっきは冷やしすぎが原因だった、マヨネーズはね、白くなった原因ですから、これは一度溶けてしまったからでしょうか。ファイナルアンサーでよろしいでしょうか。はい、ファイナルアンサー。正解です。お、はい、一度溶けてしまったからなんですね。カカオバター、あ、チョコレートにはですね、カカオバターが含まれていますので、28度前後で溶け始めてしまいます。溶けた後に再度固まりますと、白くこのように見えてしまいます。このチョコレートは食べても問題はないんですけれども、チョコレートの風味や食べた食感が変わってしまうんですね。なるほど。溶けた後に固まると、こういう白い粉のように見えるというわけなんですね。ということは、チョコレートも保管場所に気をつけたいですね。はい、そうなんです。チョコレートもデリケートな商品になりますので、直射日光を当てないや、暖房の効きすぎた部屋に置かない、火のそばやストーブの近くに置かないというところを注意して保管してもらえればと思います。なお、チョコレートには水分が少ないですので、カビが発生することはまずありません。バレンタインにいただく友チョコ、義理チョコ、家族チョコ、本命チョコにかかわらず、愛のこもったチョコレートは美味しく食べられるように、食品の表示を確かめて、賞味期限や保存方法に注意して美味しくいただきましょう。商品検査センターのホームページのなるほどシートでは、現在55の事例について写真やイラストを入れて分かりやすく解説しています。商品検査センターなるほどシートで検索いただくとご覧になりますので、ぜひ一度よろしくお願いします。この模様はラジオ関西の動画チャンネル、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝はコープ神戸商品検査センターの畑野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。